福知城は、三重県伊賀市、津家座裏でにあった岡城、城管。城主の福知氏は、平の清盛の末裔を称した土豪で、杉の有力な国人、杉三宝を構成した士族。紀願寺は、長福寺と推定され、本尊の地蔵菩薩像の内部から発見された南北朝時代の文書に、福知のお寺とある。この文書には、柳という女性から、 福知のお寺の両剣坊へ当てた書状が含まれるが、両剣坊は柳の子で、いずれも福知氏の一族と推定される。福知氏は、象朝2年に室町幕府から赤氏の討伐を命じられており、この頃すでにげを代表する国人に成長していたことが確認できる。天正9年に織田信夫が伊賀国を攻めた天正伊賀の乱では、福知宗隆が、 織田方に味方して、勢力を拡大したが、天正10年6月に、織田の長が没すると、伊賀州の残党に裏切り者として攻められ、国外へ逃亡した。菊岡女源の表した、伊水四子は、福知市の戦国時代の所領を戦国ほどとしている。丘陵長城の城郭と丘陵の裾の城郭に、大きく分けられ、前者は爪城、後者は館と推定される。 大手門は石垣を用い、祖石の遺構から門批の存在が確認される。大手門の両側には高さ3.5から4.8メートルの土類があり、矢倉の遺構と推測されている。丘陵町場には11以上の角が確認され、同心園場に配置されている。現在、城石は場所公園として整備され、伊賀の小屋組の家という懐石料理屋が営業している。 ウィキメディアコモンズには副地上に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。